そういう風な感じで好きにやってください。それはほらほらほら、どうですか。どうも生ゴミですということでですね、今回ですね、私は本当に限界もどこまで行ってるのかっていう感じになってるんですけども、本当にもう今はねピリオドの向こうでございます私は。ということでですね、今回作るのはそんな限界な生ゴミにも簡単にできる超美味しい悪魔の肉味噌豆腐やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はね、このお豆腐でございます。 150g のコンビニで売ってるやつね、はい、そして豚ひき肉でございます。なんとね、これだけでございます。調味料は概要欄でちゃんとスタッフが説明してくれるんで、もう僕はもう大丈夫です。この悪魔の肉豆腐、まあ、なんで悪魔かって言ったらですね、皆さん知らないかもしれないけど、お酒大好きなんですけども、そんなお酒大好きな人がひとたび食べてしまったら、なんともうハイボールでギュン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 吸い込んでしまうっていう、この呪いのレシピなんですね。その呪いにもう今僕かかりましたので、ね、飲んでいきます。あー、呪われてる。誰かシャナクを唱えてくれ。ということでシャナクを唱えていきます。はい、じゃあやっていきます。この打ち折れた都会みたいなカッパーを用意します。そしてですね、ここに豚ひき肉 50g を入れていきます。そしてですね、ここに調味料をね入れていくんですよ。味噌何使ってますかって言われることがあるんですよ。もうこの無添加田舎味噌、僕これしか買わないんですよ基本的に。花丸キーのやつですね。だし入り味噌だとねちょっと味変わっちゃうんで、できれば無添加味噌がいいです。これで無添加味噌をまあ小さじ半分、そしたらですねお味噌半分入れましたら、焼肉のタレを小さじ2杯、うまいんすよこれ。でここにですね、めんつゆもね、これ3倍濃縮のやつ、2倍濃縮のやつだったら小さじ3杯入れてください。今回ね小さじ2杯。そしてここにですねごま油もね小さじ1杯、これでねグッと食べやすくなりますこれ、はい、であとね黒胡椒です。黒胡椒はね悪魔だから悪魔っぽく振ってくださいね。でここでマジします。こんなぐらいに混ぜられましたら、じゃあここにラップをかけていただいて、パパッとね2分30秒かけてで、皆さんお豆腐なんですけども、これはねお皿に入れといてください。こうやってあとはもうハイボールを待って飲む。でこれ皆さんね蒸気に気をつけてください。はい、これでございます。はい、でここでね崩していくんですね。崩していって、あ、もう周りのこのお肉をもう全部そぼろ状にしてですね、この肉味噌豆腐、もしね、あったかいのが好きな方はこれお豆腐ね、チンとかでね温めておいていただいてもいいですから、そういう風な感じで好きにやってください。そして小ネギをパラパラ。お、なんだ小ネギがかかると何、ちょっとおませさんになっちゃうねこれ。そしてでラーの油をよいしょ、ほらほらほら、どうですか。ということで今回のうちのお通しが完成しました。はい、ということでですね、できましたので飲んでいきたいと思います。食べます。これはね、でじゃはい、合うよ。じゃあいただきますよ。飛ぶよ。あ、これマジうまいわ。あ、これちょっと待って、これあ、うまっ。これちょっとこれはあれじゃないですか、僕一人占めするのもあるので、それチャンス飛びたいぞ。ということでみんな飛びたいっていうことでいいですか。ありがとうございます。食べでーす。これね、食べたら分かる、絶対にビールだ。うん、ビールでしょ。いい感じに濃い味付けてマジビールだこれ。悪魔、これ悪魔ですか。めっちゃビールだよ。じゃあ飲み会開始で。飲み会開始で。じゃあ僕らこれから飲みますんで、じゃあもうおしまいで。
ありがとうございました。ありがとうございます。意外な生ゴミにもできる生ゴミでございます。あ、違うわ、生ゴミじゃないわ生ゴミが生ゴミを作ってしまうとダメなので、簡単にできる超美味しいですね、悪魔の肉豆腐。